もう誘拐なんてしないは、東川厚也による日本の推理小説。また、それを原作とした、テレビドラマ。山口県下関市と福岡県北九州下地区の関門海峡を隔てた地域を中心に、たこ焼き屋台のバイトをしていた、大学生とヤクザの組長の娘である女子高生が、くわ立てた、狂言誘拐の行方を描いた青春ミステリー。 2008年1月に観光後、2010年7月に文庫化、2012年に富士テレビ系でテレビドラマ化。舞台となった下関市は著者が以前に住んだことのある場所であり、そこでの記憶が本作に反映されている。またヒロインが組長の娘で女子高生という設定は著者が作風に惹かれているという赤川次郎のセーラー服と機関銃からの連想である。 書評家の大谷博子は、文庫版の解説にて、青春ミステリー、旅情ミステリー、本格ミステリーとしての本作の側面を評価し、ユーモアミステリーという部分においては、本書の笑いは多岐にわたっており、あらゆる人の壺にヒットするのではあるまいか。工藤勘九郎か、三谷幸喜に映画にしてほしい、とまで思ったというコメントを残している。夏休み、先輩の本一時の紹介で、 たこ焼き屋台のバイトに精を出す、山口県下関市の大学生、たるい翔太郎は、福岡県北九州市も軸で商売をしていたところ、この一帯を縄張りとしている敵や、花園組の二人組に追われていた、女子高生を救出する。だが、その女子高生こそ、花園組、組長、花園修五郎の娘、花園エリカだった。 そして、エリカの頼みで彼女を下関まで連れて行った。翔太郎は、エリカの妹のしおりが腎臓を患い移植手術を受けなければ助からないこと、その複雑な家庭環境から周五郎から莫大な手術費を出してもらうのは絶望的だということを知る。そこで翔太郎はエリカに狂言誘拐を持ちかけ、手術費を苦面するため、後本と共に花園組を相手に、 狂言誘拐を実行する。しかし三人の狂言誘拐は、偽殺問題、予期せぬ、殺人事件という不足の事態が交差し、思わぬ展開へと向かっていく。福岡県北九州市も事故を縄張りにしている、敵屋系の人気一家。もじこから発症したバナナの叩き売りが、子祖にあり、それで財を成してきたためが、大門はバナナが扱えられている。 かつて組員は100名以上いたが、現在は十数名ほどに激減し、実際にいるのは、たったの7名で、あとは部活動の幽霊部員ならぬ、幽霊組員という現状にまで弱体化しているが、メンツもあって参加していない組員を波紋にはしていない。2012年1月3日に富士テレビ系列の火曜9時枠で、大野里主演の新春スペシャルドラマとして放送された。 平均視聴率は13.7%。メインキャストスペシャルゲスト、ありがとうございます。